国本土とは、アメリカ合衆国の主要部分を示す。コナスとも表される。コンティギュアスは、隣接する、切れ目なく繋がるの意で、すなわち、カナダで隔てられる、アラスカ州及び、太平洋で隔てられる、ハワイ州を除いた48州とワシントン DC を、指し、ほとんどの場合、この定義で使われる。ただし、ハワイ州を除いた49州とワシントン DC を、 さして使われる場合もあり、この定義では、アメリカ合衆国大陸部とも表される。前者の定義が多く使われている理由は、地理的に隔絶している他に、アラスカとハワイが長らく州ではなかったこと、それにより調整区分などが異なったことが挙げられる。ローアー48という言葉が、カナダのメディア等でも使われるが、ナショナルジオグラフィック協会は使わないよう進めている。 ハワイとアラスカにおいては、コナスの代わりに別の語を用いる。1959年のアラスカに関する法律の中でもコナスの語は使用されている。ありがとうございます。